いや全然見なかった、もう動体視力がおっさんだから動体視力おっさん見るよ、もう主人は別にどうでもいいわ、こんなはよく思わなくないお父さん何言うとうですもんね、まあ、どうせ番組も終わるからねラッシュまで行くのが2300回に1回ぐらい、え、だね、それラッシュまで行ったらどうなの、何が何パーとかいっぱい出るどうしますか、行ってやる最終回、まあ、最終回当たりなし見に行くだけ行ってみてお願いします、お願いします、あ、これ、あ、ほらほらほら、これ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 、サダコ、あー、これかやろうよ、いや、いいよ別にこれ好きだからこれ行こうよ、これやろうよ、これしようか、これ行こう、よし、聞こえてます、うん、じゃあ行きましょう、本当にいいですよ、打ち始めたら最終回を認めることになるよいいの、別に打ち始めなくても最終回は決まってますからね悲しいこと言うな、君は相変わらず、もうサムネにドカドカともう載せてもらおうと思ってます、最終回まさにグッバイってまさにグッバイするんですか僕たちの始まったばかりのストーリーは、ゲンズのいじりが、あ、マリモさん、マウンテンデューいただきます、はい、どうぞ、マイファーストストーリーだったのにすぐ終わるんですか僕たちのマイファーストストーリーは、え、じゃあ行くよ、お願いします、さあ、攻めの大選択ですね下手すれ当たんない可能性マジであるんでただみんなはこれできないですよ、多分動画であんまりも撮れたか撮れないから、あんま見ないよね、だから逆に当てればなかなかない絵になりますからね、計算が合ってんだか分かんないけど、うん、ここがまず揃うのが39分の1ぐらい液晶がね、うんうん、でここで揃うとこの下の回転体に弾が送られて、はい、これが2分の1ですね、はいはいはい、2分の1当たり外れ、はい、でその2分の1のいい方を取れば下のこの S っていう今回転してるあの指導口に弾が送られるんで、はいはい、うん、それが17分の1ってことね、17分の1、あ、でも、あ、これも取りましたね、オッパーチャレンジ、そう、ちょっと見てみます、一応どんなもん、あー、シャイター、すごいじゃん、もうこれで17分の1ですね、全部掛け算していくと、まあ、1300分の1ぐらいで図柄が揃うっていう、なるほど、今これは17分の1の変動ってことですね、そうですね、抽選今受けたってことです、うん、まあ、あの先に解くともこれ当てたことないんですよ二十何回回したこと あるんですけど過去に、あら、あっさり、あっさり、あ、でもいいね、別に17分の1だからといってこう変に引っ張ったりはしないのね、最後だからね、どでかい花火あげたいですけどね、そういう時って得てしてね、どでかい花火上がらないもんですからね、そうだね、終わる番組ですからね、当たんねえからマジで、気分転換にモード変える、最強告知モードっていうのが多分、あー、なるほど、なんか手が落ちて告知されるらしいんだよね、その S 入った後、 S 入った後にいきなりドガーンって手が落ちてきてる、これか、この手が落ちてきて、え、めっちゃいいじゃん、当たるおは当たらない、まあ当たるおは当たらないしかないよな普通に考えてそれ以外のおはがあるんだったら教えてほしい、あー、もうムカついた今のはお、来た、まあ、俺は今この貞子に期待してますよそろそろ僕を幸せにしてくれてもいいんじゃないか、あ、これいいタイミング、ナイスイン、あ、これでいつ落ちるかか、あ、怖い、あ、もうダメなの、あ、違うか、まだか、あー、怖え、これは怖え、びっくりしたい、これ見せるだけの動画になるってことしかもなんか
ダメ。ああダメだった。あダメ。あなるほど、ダメ。斬新だな。あ斬新だね。でもこれなんかここに戻った後に落ちたりもしそうじゃない。あフェイント、あダメかよと思って打ち出したら、いやあ取れ高作ってる取れ高、取れ高今作ってるみたいな、みたいな。今日ね、いろいろ私物持ってきましたよ。あらら、素敵。え、これ絶対いいやつじゃん。これ絶対いいやつじゃん。うん、それは目玉商品だね見せる？別に口だけでいい、包丁だけで。でも、あの、きっと取れなくないから見せてこうよ。じゃ僕が後ろで見せますね。いいですね、これ。これからいきますか。ド定番のやつあるでしょ、ちっちゃいやつ。はい、これですね。はい。はい、ド定番、カチカチくん。カチカチくん、まあ、今日はあの電話機しかないんで、キティちゃんの。そうですね。フリマに参加してくれた人がいたとしても、売るものがないんで、私物持ってくるっていう約束でね。次。はい。Tシャツです、アンブッシュ、はい。まあ、買っては見たものの、そんなに着てないかなっていう。まあ、別に売れなきゃ売れないでまた着るんですけど。いいお値段しますよ、これ。モンスターみたいでしょ、うん、あエナジードリンク的なね。エナジードリンクのなんかキャンペーンで当たったみたいな感じに見られそうだなとか思いながら来てました。次が、はい、ニット。これからの時期にちょうどいい。あでもちょっと薄手のモヘアのニットですね。あらら、これ M サイズなんでシンプルだから。でもこれさ今紹介してるじゃん、うん、でもこの番組見る頃にはもう別にこれ売るわけじゃない。いやこれから来てくれるお客さんにこれをっていうので分かりやすくする。なるほどね、はい、これすごくいいですね、はい、それはまあ一番使いやすい。まあ現実的に使えるのはそれかもね。目玉商品です、はい、目玉商品これはいいぞそれ最後に目についたら止まったから持ってきたんだけど、これはめっちゃいいですよ。これはまあライダースっぽい、はい、革ジャンですね。これはいいです、これはいいお値段しますよ。相当メゾンマルジェラっていう昔はマルタンマルジェラだっけですね。そうです、マルタンマルジェラ。どっちの時に買ったか忘れたけど、まあ、あのここのシツケイとかね、そうそうそう、あのこのブランドですよ、まあ、特徴的なね、はい、これはいいですよ。これのライダースね。だからもう本当はあんまり別に売る気ないんですけど、一応まあ 目玉商品で2000円ぐらいで。2000円じゃ売れないよね。あぴったしです。ちょっとちっちゃいんだよね、46サイズだから。あだから俺マリモシよりも一回り小さいから、うん、あでも確かにちょっとちっちゃいね。だからなんかコンパクトに着たい人はいいんじゃないですかね。172センチでちょうどいいです。なんで終わるかって具体的にはまあ単純にそのまあいろいろ振るわないからっていう。いやまあ違う、あの僕が一応運営から言われたのは、うん、まあ、町タウンさんの方針で、うん、多人数番組、うん、一人番組よりも多人数番組、予算がかかっても多人数番組でやりたい、やっていきたいみたいないうところがあるらしくて、うん、だからマリモさんの今回グッバイゴボール終わるんですけど、あのマリモさんと平山さんペアでまた他に何か加えて新しい企画でお願いしますっていうような言われ方です。なるほどね。だからまあ2人に仕事をなくすわけじゃなくて、うん、あの仕事は立ち上げるんでちょっと座組を変えてくれませんかみたいな、まあ、まあ僕個人では運営がコメント欄に負けたと思ってますけどね。ああなるほど、ヘイトが多すぎ て、うん、そうそうそう。前回あたりはさ結構あれだよね、そうだからその長く続けていけば企画趣旨がね、そうそうそう、初回はみんなわからないから。前回とかちょっと好意的なコメントが多かった気がするけどな、まあ、だから落ち着くんでこれから落ちちゃい、これからの番組じゃないのかな。いやそうなんですよ、僕個人ではこれから地方行ったりとか、うん、で本当のねフリマでもっと大盛況でみたいなね、うん、そういう絵とかを見たくてやってたんですけども、そう志半ばですよ本当に。残念至極。この貞子登場の文字が赤いとかもあるのかな。あんのかな。あ、本当だ。青だね。期待度。ありそう。ね。あと場所とかもありそうじゃない。あ、祠じゃなくて、うん。何にも知らないで言うと楽しいね。あ、怖い。
長くね、いつもよりちょっと長くね、なんか長い気もしないでもないね。長いね。長いよね、うん、うわ、怖っ。そもそも左上に文字あった？いや、え、あったと思う。それは、うわ、長い、やばい。あ、来る。めっちゃ長い。長いよね。長い。え、ちょっと待って。いや、待って。長い長い。めちゃめちゃ長い。あーもやだよ、もやだよ、今のはリアクションが違うんだ。手じゃなかったですよ、もやだよ。もやでもびっくりしたね。やっぱあんだけ散らされるとびっくりするね。こんなの一人で選べないだろ、このモードを一人で打ってて。でもこのモードいいですね、面白いですね。怖、まあ、そうなんですよ。だから、まあ、とりあえず終わるんですよ。あ、終わり、はい、終わります。まあ、志半ばです、本当に。まあ、納得はしてないのはありますね。まあ、俺がなんかこの番組嫌がってるみたいな風に見えたのかな。なんでグッバイゴールド終わっちゃうんだろうな。気楽にやれる番組だったのにな。好きな台打ててね。そうそうそう。何もしてないのに思ってた。何もまだなってないのに。まともに景品取ったのも4回中無理やりの1回だけですからね。そうだね。そう考えると初回取らせといてよかったでしょってなるじゃないですか。まあね、番組的にはね、あれ取ってなかったらもうだって何もない。もう僕仕入れできないで終わっちゃうもん、ね、叩かれ損ですよ。だから最終的に。でも愛されディレクターだと思うよ、みんなに。どこがだよ。どこがだよ。いや、でも見てる人は知らないよ。そのこっち側の人よ。同じ立場にいるような人たちはたらは愛されディレクターだと思うよ。愛してます。うん、あ、当たった。よし、よし、来い来い。これ入るだけでちょっとやっぱ嬉しいよね。うん、あ、これはよし、よし、来た。よしよし。急にとかもあったりするんだろうね。入った瞬間落ちてくることもあるんじゃない、うん、あ、センサーが感知したかしないかぐらいのタイミングで。いけいけ。俺もちょっと鳴らされてきたよ。平山君は前立大前立腺の持病があるからな。早っ、出ちゃうかもしれない。あのさ、前立腺肥大で何が出るの。前立腺肥大ってむしろ出なくなるんですよね。肥大してるから尿のキレが悪いとか尿が出しにくいとかですよ。お、グッバイグッバイ。ヒゲダンね。あ、これはいい。出たい。うわー、出たい。うわー、出たい。うわー。怖っ。やったやったやったけどさ、やった。これ、まあ、打っていいの、打たなくていいの、どうなの。 まだ早いの、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 まだ早いの。ほんとやったけどさ、あの、うん、やっぱあれで落ちてほしかったよね。いつ落ちるので。まだいいんだ。まだ早いんだ、うん、なんだなんだ、うん、あ、早めに告知が来ちゃったからってことで。あ、そういうことか、うん、そういうことか。見えなかったよ。見えなくなっちゃったよ。やった、当たったね。当たったね、うん、よし、22,000円。グッバイで当たったね。まさかのヒゲダンで。ヒゲトツだったね。ヒゲトツ来ました。これで 60% 取ってればあのラッシュでしょ、ね、あ、取ってない可能性ある。取ってないと3000個出て終わり。いや、取ってろよ、もうお前ふざけんなよ、取ってろよ。え、いや、どうなんのこれ。ああ、びっくりした。え、これはびっくりしないっすよ。いや、違う違う、これだけかと思って。あ、あ、あ、え、いいんじゃない。
ょ、ああ行ったの、これ行ったの、絶対絶対で、だって絶対行ったよ。あ、いいんじゃない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 、これだってレインボーだもん、レイさんだもんね、レイさん、いや行ったよ、行ったで考えよう、超ほら超だもん、超大当たりだ、俺らバカみたいで出てきた文字言ってるだけだってさっきから本当に45になるおっさんが2人でさ、超だもん超だもん、完全超、いやこれは取ったですよ、さすがに取ったと思うよ、うん、4500のやつを取り損ねたってことか、まあそうですね、そうですよね、え、じゃあ損してんじゃん、損してるってこと、いや損してるっていう考え方がやばいよ危うく3000通常だったところを、いやだから損したんでしょ、3000各円持ってきたみたいなのそれもそう、いや損したじゃん、いや損してねえよもううるせえな、もう、え、俺損したじゃん1500発で、ね、すげえ嫌な男、6000円分損したじゃん、すげえ嫌な、すげえデートしたくないよえ、違うんじゃない、まだまだ分かんないとこじゃない、いや、あんな虹色で、え、違うよ、もうその後のモードでしょ、で、え、違うでしょ、どっちが、あ、ボタン告知になっちゃった、ほら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 、ほんとだ、あ、違うか、違う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 、決まってんだけど、うん、4500に行くかどうかでしょ、そうだよね、レンタの方が弱くない、まあ、なんでもいいです、いけ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 、頼む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 、行って、もう一個、なんだよ、え、お、え、まだ分かんないんじゃない、やっぱり、え、え、あ、よかった、いいんだよ、よかった、びっくりした、怖っ、あ、怖っ、これやっぱ取ってなかったんじゃないの、いや取ってたんだよ、だから10パー引いたってことでしょ、いや分かんないけど、これ77分の1を100回転以内に引くんでしょ、これ多分、これ引けなかったらもう終わるってことですよ、そうだね、え、このモードの期待値が12572ってこと、そうだね、あ、そっか、1回の当たりの弾数が多いからか、すごいんだよ、そういうことか、駆け抜けもまあ77パーだからあるんだ、そこそこあると思う、いや当てて、頑張れ、頼む頼む頼む、どい、うわぁ、はいはい、あ、当たった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 、うわぁ風で飛ばされた感じじゃんよね、やっぱいいリアクションしますよね、あ、こっから出るんだ、マリちゃんはこれ何、これはこれはだってもう電柱だから、タバコボーナスでしょ、あ、でも3000個の方、あ、そっか、まださらに上があるんじゃないの、あ、あ、あ、だダメか、また最後に歩くパターンじゃない、復活極最強、まあいいよ、もう連チャンさせよ、頑張れ頑張れ、はい、今日はだって景品取ることないですね、そうですね、先読み演出チャンスモードにするわ、潔いね、先読みがなかったら、うん、ダメってことですね、あ、まずい、50回回っちゃう、ちょっと一回止めるか、あ、あ、先読みした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 、当たる当たる当たる、お願い、よっしゃよいしょ、うわ、押した、極み来い、極み、極めろ、あ、5だ、5、5だからこれ5だよ、いや、5は普通のこと言ってるだけだな、違うだ、あれだよ、超、さっきも4から1になったよ、極最強ボーナスだよ、じゃあ極最強は絶対7ですって、絶対そうですって、本当にだからやっぱパチンコはやっぱ1年生だからな、俺がそうです、あー、もう許せない、パチンコは1年生だからな、パチスロも3年生ぐらいのもんだよ、このポーケえー、でもずっと弱い方引いてるってことでしょ、だからそういうことすごいケチなんだマジで損してんだけど欠損だわ、出た欠損、欠損、マリタ君になってる、マリタ君が出てきた、こんなに欠損させられた俺もう許せねえ
もうこんなの。そう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 。こうやってやるんだよ、ちょっと。変な、口が変なんだよね。前歯出すやつでしょ。そうそうそう。来てるよ。よーし、慣れてきた。次当てられることを当てられたら、うん、先ローリングにします。あ、なるほど。だ、何としても当てる。あ、先読みした。よしよしよし、当たった。早っ。いいね、連勝するね。さあ、また欠損ボーナス。これパーセンテージ合ってる？俺が悪いの？50は4連続だよ。俺が悪いの？いや、そろそろボタンでじゃない？ヤマンちゃん、ヤマンちゃんよ。でも50歩だな、やっぱ。いや、悪い。よし、来い。よっしゃ、ほら、来た。よっしゃー。おーし、来た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 。これよ、これ。俺たちが願ったのはこれ。何発だ？最大7500発でしょ。うん。よーし、来た来た、いい絵が。もっと来い、もっと来い、もっと。この後じゃないの？この後。毎回毎回継続があるんですよ、ジャッジは。ボタンでね。アクティブ。手離しちゃダメだよ。いや、分かってる分かってる分かってる。マリオさんやりそうだからもう。アクティブモードでやってみようか。じゃあアクティブは何なんですか？多分あの、なんとか発生することがある。そう、あの行動しやすくなるやつ。行動しやすくなるんでしょうね。マリオさんいつ落ちてくるか分かんないですよ。8分の1取ろうよ。一番いい8分の1。7500。うん、そしたら俺もちょっとだいぶ満足感あるよ。もうだって1万発超えたもんね。超えた。だってもうあと1発いけば理論値超えだよ。いや、まあでも今まで当たってない分考えたらさ。いや、すげえ。今回は今回でしょ。先ローリングしました。はい、キロリーンですね。当たんのかな、これで。まあさすが当たんねえのか。でも なしで当たることも当然多少はあるでしょ。まあ、多少はある。2割ぐらいあるんじゃない。うわ、来た、これか。なるほど。うわ、すごいローリングしてるわ。うわー、いやー、頑張ってる頑張ってる。それだけ。最終回ですよ。そうっすね。はい。最終回ですよ。オワコンですよ、オワコン。オワコンって言うなよ。終わるコンテンツだから、まあオワコンなんだけど。オワコンです。イエーイ、プラス圧倒的に。一瞬でプラったね。なんで経験取らなくていいって決まった瞬間、プラスなんでしょうね。まあよくできてるってことですね。よくできてますね、本当に。打ち手心理が反映されてるのかもね、結果に。いやー、苦労した甲斐あったな。いけ、頼む。あー、ここは欠損するよね。ねえ、ほんと欠損多いわ。すげえ、もうプラス、ドプラス。うわーい、楽しいね。うわー、来た。もう一回落ちろ。あー、だが。もう一個落ちんのかな。落ちんじゃないの。だってその7は絶対あるよ。これ何回当ててんの？ん？これ5連ぐらいしてる今。分かんない、メモしてない。あとで全部見直すか。7連じゃない。こっち行ってからだよ。こっち行ってから 6? 何回当たったの？6回、5回、1回しかないんだよ、あれが。3000まだ。うわー、いきなりもあるんだね。楽しいね。よっ、これちょっとやばいね。お気に入りが増えちゃったね。あ、2万発いくぜ。それで乗ったら これは2分の1取っていいよね。うん、もうね、さっき勝つ4500発が50発の壁越えられたら4500発が半分、うん、であと4分の1ずつを6000と7500以上が占めます。7500以上って何？
分かんない。また3000発か。うわあ楽しいねこの台。 V って出てる。いや、まあ、まあ、V なんで4500ってことだよね。 V チャージ、うん、で、あともう一回落ちれば夢の6000。いや、これめっちゃ楽しいじゃん。6000見たい。見たいね。一撃6000とかすごいもんね。平山に見せたい。俺は平山が幸せになってほしいんだ。いや、俺全然別に幸せなんだよ。じゃあ見られた、見られたら幸せでしょ。見られたら幸せでしょって。さすがにここまでいったらないのかな。あー6000です。まるまる6000は7500だよ、これで。やばいね。てか7500プラスってなんだ。保留霊とかしてたりとかするってあるんじゃない。音なのかな、うん、どういうことなのかな。いや、そうだろうね。5回以上、5回以上ってなんだ。マリちゃん、マリちゃんすごいこの台。落ちてほしいな、せっかくならな、うん、7500見たいね。見てみたいよね、マックス。だってもう1対1だからさ、うん、6000と7500は。あー、ダメかな。お願い、いい方。あすげえ、すげえ、マリさん、マリさんやったよ、マリさんやった、7500やった、すげえ。皆さん見てください、マリさん、グッバイゴールド。これがグッバイゴールドですよ。いや、全然わかんない。全然わかんないけど、これがグッバイゴールドのパワー。マリモト、平山 D のパワーですよ。皆さん忘れないでくださいよ。一番深いとこ持ったね。平山では今日が最後の仕事ですけど、おい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 、忘れないでください。なんで俺クビなのか分かんないけど。まだ働かせてくれ。僕はまだまだ仕事しますけど。ここでサプライズしたらもう本当保留連だろうから、とんでもないことになる。プラス7500もあるんだと思う。こういうことなんでいいのかね。さすがにこれはないだろうけど。いやいやいや、わからんよ。おら、来た。もうやばくない。これで9000発でしょ、うん、ちょっともうどういうことなんだろうね、本当に。今平山が言った通りでいいのかね。いや、そうじゃないか、出てないかだね。出せないってこと。危、あ、やばすぎて表に出せないくらいの数値。うん、5回以上とはなってるから、これもう1回でさ、欠損だなんだとか言った分まくったよね。いや、そうだよ。これがもし本当に保留連だったとしたら、うん、やばいね。7500プラス7500の合わせ技もあるってことでしょ。1万4000発も可能性としてあるってことでしょ。いや、わかんないけど、詳細は。まあ、7500と7500の合わせ技は1万5000だけどね。1万4000とか言ってる。うわマリちゃん、もうおかしいことになってるって。あ、もうほら、出せないんで、やっぱり最強までしか出せないんで。やば、風紀を乱すから。やば、風紀を乱すから。これ以降は多分何万発とか出せないんだろうな。ここには出せるけど。やば、すごい台打っちゃったね。やばいね、今の。でも俺今年強いな。今年強いね。今年強いね。やば、まだ打つ。いや、もうこれで終わりでいいよね。2人で楽しくなんか他の打ってる。動画としてだって今流れ使いたいもんな。そうだね、変にこうカットとかしないで、ね、やっぱこのサプライズを楽しみたいの、我々の。もっと来い。おっしゃー、もっと来た。すごい、すごいタイミングで喋ったな。すごいね、もうわけわかんないね。もっと来いっすよ、本当に来たよ。まるごさん一撃だって、これ12,150。ちょっとこれ取ってるかもしれないってことでしょ、これ以上。今だって初回がまずそこの一番打つのここ取ったじゃん、うん、でその後もうここもクリアしてるから、もし保留連だったらね。それか、そう、ね、これが実際は
もっと細分化されてるのかもしれない。10回とか、まあ、あなるほどね、うん、10回とかあるの。やっていいのそんなこと。やっちゃダメなんじゃないのそんな。いやわかんないけど、もうここまで来たら何やってもいいような気もする。だってそんな一撃2万発とか出ちゃうような当たりって搭載していいの。わかんないけどさ。だから多分保留連なんじゃないの下手したら。保留連で7500、7500か7500、6000今現時点で。ああ、おいいつまで下がった。これで7500。いやマジもう何やられてんだかよくわかんねえな。これで7500、7500だから、そのほら70あ回数的にはこれで何個目だって。あれがほら無限になるってことでしょ。 100回の時間じゃなくなるってことでしょ。 ST じゃない無限みたいなの公共性みたいなことでしょ、うん、次回までになるってことよね。それがもう次回まで3回目まで4回目までみたいなのがあるってことじゃない。もう分かんないシステムは。でもすげえわ。せせり君に聞けば分かるかな。まだでも落ちる可能性もあるってことあるある。だから無限に落ちることがあるんじゃない。無限に。セセリ君に聞いてみたい。セセリ君に聞けばわかんじゃない。それかナオキックスとか指揮者に聞けば。これで落ちたら一撃1万5千発大当たりですね。そうだね。1万5千発大当たり。1万5千発と6万でしょ。3000枚。まあ3000枚ぐらいだったらあるか。ただこのスピードじゃ出ないからな、スローは。かぐや様でもここまで出ない。いやもう2万5獲得2万5千発ってきましたね。きました。うわぁ丸さん、これはお店の欠損ですよね、うん、こんなに出すとは思わなかったの。だってほら10連ってことでしょ。え、なんかもう、あ、もうすごいね。そうですね、10連ですね。10連してるよね。だからここがマックスか、本当だったら。本来であれば7500。そうだよね。あ、これ2回、まあ、5回だったら。もう分かんないよ。だからこれで終わるよね、もし保留連だとしたら。研究対象としてはいいね、うん、ほら今ほら弾増えてないじゃん。今これ時短やってんだよ。でここで当たって、ね、でこっちに出て当たりでしょ。そう、ね、で普通の時短の時はまずこっち入れんだよな、うん、でも今この連続してる当たりの時の V 狙えばこっちなんだよね。なるほど。なんかそこら辺も違うんだろうな。いやここで落ちるか、うっ、落ちてた。下向いてたら別の音でびっくりした。ここで落ちるかどうかだよな。いや落ちるでしょ。いや落ちたらもうあるでしょ。いくらでも落ちるよ。いや落ちるよね。なんか絶対落ちるよ。絶対落ちるわけではないんだけど、落ちる可能性はあるよね。え、落ちないの？ここまで来て。なわけないよね。永遠に落ちるよな。落ちない。え、マジ？落ちないの？ラストに落ちんじゃないの？こんなこと言って。え？落ちないの？あ、終わるんだ。だからもしかしたら可能性はやっぱ保留連だよね。 5×5 ってこと。7500オータス5ってこと、うん、5×5 じゃ25じゃねえか。だから10回10連チャン大当たりだったみたいな。いやすごいの引いたね。いやすごいと思うよ。なかなか見れない絵だと思うよ。だから、ね、だって7500と7500を保留連で引いたとしてもとんでもない確率だと思うよ。あ、終わっちゃう。頼む、まだ終わんないで。お願い、当たって。いや、お願い。なんとか。今さっき、あ、違うか。違う、今普通のモード。お願い。あ、あと30回。まだ足りない。もっと欲しい。強欲。いいですね。もっと欲しいんです、私は。お願い。行ってくれ、頼む。当たってくれ、お願い、抜けないで。まだまだやだ、まだ当てたい、頼むお願いだって、頼むよ。あ
すごい、でもはぁすごいですね。当たんなかったな最後、すごいので駆け抜けちゃったな。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。見事勝利ということで、番組初勝利じゃないですか。最後の最後にね、しかも大勝ちですよ。でも一応ね、声かけられたんですよ。あ、そうなんですか。フリーマーケット、そうですよね、途中ね、いっぱいね、フリーマーケット今日あるんですかって、なんかその女性の方に、あ、ありますよって言ったら、あ、じゃあちょっと後でって言われて、さっきマイク入れてフリーマーケットやってますって言ったんですけど、誰も来なかった。帰っちゃったのかな。まあでも、だからもう、でも大事なのはキティをどうするかですよね。あー、そうよ、どうすんだよそれ。まあ今日持ってきたものは別に自分のものだから家に持って帰っていいだけなんだけど、そうそうそう、キティどうすんの。問題となるのはキティ、残ったキティなんですけど、はいはい、キティは、はい、ヤフオクに出します。はあ、この番組が放送されたタイミングでヤフオクに出して、うん、1万円を即決価格にした上で、はい、5000円から提出します。なるほど。なんで5000円でも落札してもらえれば、うん、マネモさん5000円は戻ってくる。ああ、なるほど、最低半分、はい、で1万円でも10日交換みたいな形で、うん、1万、そっか、10日だとダメだから9999円を即決にしとくんで、はい、そうすればマネモさんは損することなく、はいはい、じゃあこう売れなかったらどうなの、誰も買い手つかなかった。まあしょうがないですよ。いや、しょうがないじゃないじゃん、諦めてもらって。少しは痛みを負いなさいよ。なんでやだよ。お前入札しろよ。お前最低価格で入札しろよ、せめて。なるほど、せめてそれやれよ。自分で。そうだよ。いや、なんでだよ。だってどうすんだよ。だってじゃあ。いや、そうしろって。そうすれば多分まだあれで納得すると思う。いやでも叩かれたって何だったら終わるんで。いいでしょ。じゃあ、まあ、納得するってみんな。いや、やんでいいじゃん、そうしなよ。分かりました、分かりました。もう最悪売れなかった場合はだから、それ痛み分けでいいじゃん。まあ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 、分かりました。企画の立案者と、まあ、それに乗っかった人間、それで折半で、まあ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 、しかもあなた物が手に入るんですよ。いやだから物が手に入った上で、しかもその5000円、まあ、丸本さん5000円、そうそうそう、失うだけですもんね。俺とまたちぎりを結べるっていうのかな。まあ、3人いないけど当園の誓いですよ。まあ、電話機入れて当園の誓いですよ、3人で。ね、そういうことじゃん。死ぬ時一緒だと。当園の誓いもいいんですけど。当園の誓いをして終わりにしましょう。だからまあ、そのどうなるかってことだよね。そうですね。だからまあ、オークションが。ちょっとまだ今決めてないんで、その詳細とかは、はい、今これから差し込むようにしておきますんで。じゃあ分かりました。お願いします。皆さんぜひあのサインはね、入れて、うん、あとあのカチカチくつけます。ああ、まあ、なんかつけますか。じゃあカチカチ君とかちょっとね、あれして、はい、ちょっとプラスアルファはしとくんで、皆さんぜひ助けると思って。そうですね、うん、全事業だと思って。でも結構ね、なんかね、キティちゃん機会があれば買おうと思ってたのになみたいな、まあ、冷やかしかもしれないけど、だから それが本気度合いが試されるわけですよ。あの本気で書いてくれてたかもしれない人がいるから、売れたらね、ぜひ面白いよね。本当にカードとかでも買えますから。そうだね、今お金なくてもクレジットカードとかで買えますから、ヤフオクは。ちったカード。もう一回見せときます。あ、そうですね、せっかくなんでね。これすごい、何、どっち色なんですかこれ。白かな、キティちゃんの。まだ白だ。あ、わかんない。あ、ピンクだって。ピンク、あ、ピンク、あ、かわいい。ピンク、あ、こっちかな多分、うん、あ、かわいいっぽい。ぽいってなんだよ。コキだから本体にこれが親機でコキもついてるってことだね。あ、2台ついてんのってことじゃないのこれ。あ、ぽいね。まあ、ついてなかったらそれはそれで諦めてください。なんでね、まあ、グッバイゴールドの象徴、はい、できればね、本当に売れるところを。そうですね、あれしたかったんですけども。あ、コキついてますわ。あ、よかった。下のやつがコキだ。コキと本体、まあ一応転生するんで、はい、代替案は、転生ね、うん、はい、代替案は一応あるんで、代替番組の方に期待してもらうとして、はい、またまあ平山マリモペアと、まあ、あとはどなたか何か分かんないけどで、やるつもりではいますので、こちらをお期待いただければと思います。お願いします。では皆様、こちら一応気にかけていただければ
ではまたどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。さようなら。